こんにちは。自作自演というね、キーワードがトレンドに上がってきたんで、私も拝見しましたけども、え、ちょっと生卵がね、3階とか4階のベランダに、こんなにコントロールよく、あの小さな隙間から入るもんでしょうかね。え、それから、この3階4階のビルの隙間のベランダに入れるとしたら、相当なスピードなんで、こんな位置には落ちないんじゃないかなと思います。ちょっと下手ですね、これね。 えもしこの卵を投げつけるのがうまい人がいるとしたら、あの木の間もね、くぐり抜けてね、なんか変化球でも使ったのかなと思いますよね。で辻本さんってこういうことを結構するんですよ。あの冗談だと思いますけども、これね、誰も本気にしないと思いますけども、<laughs> なんかちょっとこうかっこ悪いんで、でも面白いからね、別にやめてくれとは言いませんけども、まあこういう人なんだろうなと思いますね。